赤いバラがある。素敵。ありがとう。ゆるみよろしく。ありがとう。うん。すごい、あれだ。母の日のギフトってことかな。嬉しい。ありがとう。やっほー。こんばんは。そう、なんかね、ウェーブの触覚はある程度量が少なくないと、この触覚の量がねきついなって思いますね。やっぱなんかここが厚くて、ウェーブにするとね、ちょっとなんか太くなっちゃうんですけど、こんぐらいだったら2個に分けた方がいい。こんばんは。こんばんは。バラありがとう、たくさん。そう、巻いてるよ。触覚好き？触覚いい。やっほー。うん、そう、巻いてる。アイコン変えた？ストーリー、そう、ストーリー朝あげた。頑張ろうねの気持ちで、そう、あげました。そう、そうそう、なんか早起き、今日はね早起き、まめっちゃ早いわけじゃなかったけど、でもまあ早起き、まあ早く、割とまあ早いかったんだよ。でなんかね、でもね、なんか最近本当になんかあのね、なんかアラームとかをかけて寝るんだけど、いつもね、なんかとか、なんていうの、寝るときにね、壁にね足を上げてね、なんていうの、血流をよくしたりとか、あと上げて足の運動とかをするんだけど、それをなんかするしようと思ってその体勢になったのに、布団の上でなったのに、なんか寝ちゃって、でやる前に寝てるんだよ、体勢だけで。でしかもアラームを今日かけてなくて、もうビビった。なんか怯えて、なんかそんなめっちゃ早起きって感じはなかったけど、なんかまあまあ早い感じだったから、やばいやばいやばいってなってパッて目覚めたんだけど、したらまだ大丈夫だったのね。でも本当にやばいやばいみたいな感じだったの。だから本当にやばいって思いながら、焦りながら今日を迎えました。ちょっと怯えた。危ないよね。なんかでも多い、なんかね、やろうと思ってたらなんか寝ちゃってたとか寝ちゃってたやばいよね。この間もなんかテレビ楽しみにしてたテレビがあって、見てたらなんかなぜかなんか多分耐えれなかったのか、座ってなんかソファーに肘をかけてなんかこうやって寝てて、気づいたらで、なんかもう見てたんだよ途中まで、見てたんだけど、見てたらなんか終わってて、なんかその番組が終わって、なんか次のなんかドラマみたいなのが始まってて、えみたいな、あれ気づいたら終わってるってなって、本当にね怯えました。怯えた。あるよね、気づいたらね、通販夜とか多くない？びっくりした。怯えた。時空湯がち、いやもうびっくりした、普通に。うん、急にね、わかる。
あとはなんか夜にめっちゃ何回も起きちゃって、布団に行って、なんかその後に1階にカーペットに行って、なんかその後その後ソファーに座って、なんかいろんなことをして、なんかそう、あんまり寝れなかったから、でも寝なきゃって思って、なんかいろんな体勢になったんだけど、なんかいろんな体勢になったことある、やばいよね、さって感じなの。わかる、寝ないといけないと思うとね、なんかむずいよね、本当にわかる。でもそうね、あれあれですね、眠り浅くなるよ、わかる、あれはなんだって感じ。ね、わかる、気づいたら終わってる、びっくりしちゃった本当に。怖っ、びっくりだよ。歯磨きしながらすごいね、もう極限の眠いだね。もう触覚以外はね、巻いてるよ、巻いてるけど、でもなんかもう取れてる、めっちゃ、あ、取れてない取れてると思ったら取れてなかった、意外と巻きある、まだ。まだあるよ。でもいつも配信で見えないんだよね、髪巻いてても。高いとね、高く結ぶとあれやけど、服着替えたの、いつもね、着替える、すぐパジャマに着替える、すぐパジャマに着替えて、こんぐらい上げないと見えない、ここぐらい上げないと見えないね、こんぐらいじゃないと。部屋着これすごくない、この髪、そう、すぐパジャマに、めっちゃ高いよ、高い、そう、あまあまちゃん、あまあまちゃんの日にね、やっぱやりたいよね、これは。やっぱりここが一番安定だよ、ここらへん、腕細い、腕強化してるリサ、最近ね、強化中なんですよ、何もあるわけじゃないけど、なんかハマって散歩みたいな感じ、散歩みたいな感じで全然夏に向けてじゃない何にも全然なんだけど全然、でもまあ確かに夏になるしね、まあいいよね、そういう悪いことないもんねそう、なんかね、楽しいよ、普通にね、まあそんな言うてめっちゃやってるっていうわけじゃないけど、なんだっけな、さ、腕立て の反対バージョン、後ろに手をついて、足曲げて、きつい、でもね、なんかね、慣れるんですよ、めっちゃ慣れると、あれこんなもんみたいな感じになるけど、なんかそれをやって、でなんだろう、星になってる、いや名前ある、なんか、ね、名前ね、わかんないなんか適当にねやってるんですけど、
そう、散歩はね、最近朝やりたいんだけどね、もうね、最近はね、覚えることがね、いっぱいでね、散歩行ってる、そう、時間がなくてね、行けてないんだけど、散歩はね、気が向いたら行くよ。そう、で、そう、後ろ足、手を後ろにつけて、そう、あ、普通に逆で立ててんのか。それ。なんか効果は、なんか、マジでそのさ、やっぱ自己満じゃないですか。誰かにこう言われてっていう感じでもないし、それは、まあ、あわよくば気づいてもらえたら嬉しいなって思うんだけど、伸ばせそうね、大丈夫？また？今お風呂？そう。だから、あわよくばって感じだけど、そう、腕は、それをやってます。でも、なんか、今の衣装、ノロノロじゃん？ノロノロはね、出ないからね、肩もね、別に。だから、今は分かりにくいけど、なんか、洋服、着たいした時に、半袖とか、した時に、あれだったり、衣装で、なんか、それこそ夏場とかの衣装とかさ、この間、着たりとかした時とかに、自分がね、そう、いい感じに思えばいいなっていう 感じ？です。でもなんか、こう、意外と引き締まった気はするけど、でもなんか分かんないね。でもやる前よりかは、ちゃんとその運動じゃないけど、やってた方が、あれかも、結構感じるかもしれない。そうそう。ノア、じゃあ久しぶりだ。久しぶり。でも最近ハマってますね。趣味。趣味やばい。趣味ハマってること。いいね、一駅前でいいね。でもね、そうそう、なんか結構続いてるのね。でも1ヶ月ぐらいはやってるかなって感じなんだけど、いや、1ヶ月？いや、それはちょっと持ったかもしれない。3週間ぐらいは多分続けてるんだけど、寝る前にね。そう。で、なんか引き締まるけどね、やっぱ筋肉がこうつくじゃないですか。めっちゃじゃないかもやけど。それに悩んでる、今度。まあ、やっぱさ、悩みって尽きないよね。一つがこうなるとこうなる。逆にそうなんですよ。だからもう、と思って最近そう悩んで。でも、ここでやめたら、いや、でもあれだよな、みたいな。って言って悩んでる。けど、なんかとりあえず、やってる。足の筋肉ついた？やだ！その足の筋肉も嫌なんですよ。ある程度はね、大事だと思うんですけど、そんなに筋肉をつけたくはないですね。本当に、そう。難しいけどね。それはそう、とってもむずいよ。それはもう、筋肉、適度な運動、腹筋系は、
腹筋系はでもまあなんかそんなに別にあのこうなりたいはないかも。普通にある程度でいいかもしれない。あんまりなんか言えないね。バキバキないね。ない全然ない。全然ない。あゆありがとう。プランク、あね、あれきついよね。しんどい。あとはなんだろうな、足の、まあ足の運動もまたハマってるからやるんだけど、結構ツアー期間はねやってたの。やっぱツアーの期間はこうやっぱカメコさんとかもいらっしゃるし、いつも可愛いこう姿を撮っていただきたいなって思うから、そうあのツアー期間はね結構いつもツアーとかがあると、こう特にそのカメコさんがいるってなるとより強化するんですよね。そうだけど最近はそんなないじゃん。そんなカメコさんがあるライブないから、ない時はね本当にやってないんですけど普段は。でもそのなんか謎ブームが来て、だからねやってますよずっと。私ねやっぱ骨格があのウェーブなので、多分だけど顔とかもだけど下半身多分足とかに出やすいんですよ個人的。ウェーブの人はバラありがとうね。よし、そう多分ね。いや顔も結構わかるけど自分的にはだけど結構足に多分つくウェーブは。そうでなんかウェーブってさ結構むずくて、なんか骨格なんかね多分上半身とかは結構あバラじゃないカーネーションか間違えた。カーネーションありがとう。間違えた思いっきり。そうそうだからなんかあれだけど、そのウェーブはねむずいらしいけど、ねえ気をつけてきてね。そう一生骨格本当に一生。ゆうかちゃん久しぶりだ。久しぶり。ハロバラーラありがとう。バラじゃないカーネーションありがとう。バラてちゃん、そう骨格でなんか変わる、なんかそれぞれ多分違くて、あれがどこに気にする場所とかつきやすいとかあるっぽいけど、なんかねウェーブはね多分上半身とかはこう華奢に見えるらしいんですよ。そう肩とかそれこそだけど、その分足とかに出るからみたいな、そう言うんですよね。そういうのが結構むずいっていう感じなんですよね。むずいよ本当本当むずいね。目合わせよう。みずちゃんありがとう。さくらちゃんありがとうね。対面嬉しかったよ。そうそう綺麗本当に。よしでもこの間ね嬉しかったことがあって、そのなんかあんまり会わないメイクさんも、でも会ったことあるんだけどすっごい久々に会った
メイクさんにねお会いして、その方がねすごいねめっちゃ足を褒めてくださって、なんか太ももとかがねめっちゃ綺麗みたいな、そう言ってくださって、なんかそうすごい嬉しかった。めっちゃ嬉しい。なんか本当に太ももを特に強化してるの最近は、ずっと。そうだからすっごい嬉しかったマジで。最近太もも強化中でそうしてるんです、たくさんなんかいろいろゴリゴリ筋膜ローラーとかって言ったら、そう褒めてくださって嬉しかった。なかなかさその効果が出るのってマジ遅いじゃん、足とか特に全然変わんないじゃんみたいなちょっと思うけど、そうそれをね言ってくださってマジモチベマジモチベタワー来てる、待ってマジモチベ、ヨシキありがとう。バラって言っちゃう、ほんと何回もカーネーション持ってるかわいい、ありがとうヨシキ、初めて、そうモチベ、そう嬉しい。だからなんかもっと頑張ろうってなれる、別に何かあるわけじゃない、自己満だけどね、ただ普通に、うん、よしき何タワーこれ、ありがとう、そうなんかやっぱさ気づいてもらえると嬉しいよね何事も。ねえ美脚タワーやばい、おもろすぎ、本当にそれでいいの、一番モチベがない、いやわかるよ、とってもわかる、さ結構現れるの遅くない効果、いやなんかどこもなんよ。それで言うとその顔とかのマッサージとかやっても顔もそんなさすぐになんか効果出る、だからまあむくみとかは取れるとかもあるかもしれんけど、そんななんかめっちゃじゃあもうなんか一回こうなんかいや運動しただけで変わるかって言われるとさなかなかそれはないじゃん、そう成果がね出てこないときつい、わかる、気づかれなかったら密かにやっぱり、いや別にないかも、ないかもしれないそれは、でもなんか自分でこう分かる、なんかワンチャンいい感じになってきたかなみたいなのは分かったりもしなくはない時もある、うん、よわかるよ、人に気づかれるのいっちゃん嬉しい、本当にモチベになるよ、モチベ、うん、人の変化に、うん、意外と気づくかなっては思ってるけど、もっと好きな、嬉しい、ありがとう、おはよう、めっちゃモチベー言うけど、モチピー好きになった、うん、嬉しい、ずっと好きでいてね、うん、恥ずくなる？思わないでいいよ、そんな痩せなきゃと思わなくていいよ、
うん、カニの弟ありがとうね、カーネーション。そうでもね、いや褒められるとというか気づいてもらえるとマジモチベになるよね。すごい、なんか本当にもっと頑張ろうってなりますね。誰バレにしたの、ありがとう、頑張った、嬉しい。誰バレ、よしきありがとう。はい、美脚タワー保てるように頑張る、頑張ります。19日は緊張してる？マジャピドキ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 、ありがとう。ありがとうね、嬉しい。保てるように頑張る、今日も頑張るよ。三日続かない、でもなんか何回もある、続かなかった時。えらい、もうちゃん太ももね、いや本当にね、太ももはね難しいよね。カーネーション、確かにわかる、嬉しい、ありがとう。うん、美脚なところ好き、嬉しい、本当。3週間ついてるの、え、なんかね、なんだろうね、私もでも前何回かそれなんかやったか、なんか強化しようって思ったことあって、でもマジでそう、それこそ2日3日とかでもうなんていうの、終わっちゃったりするタイプだったんだよね。ありがとう、ありがとうね、よしきいっぱい、ありがとう。そう、えらい、頑張ってるの。え、そうそうそう、え、そうなのってルーティーンになってる、リサ今だから、いつもお風呂上がってからプラス1時間その時間を設けるのね。で、だからあんまりあのお風呂を遅く終わっちゃうと、その後が寝ちゃうのね、眠くなっちゃって眠くなっちゃって、その昨日とかみたいに何日かなっちゃうんだよ。でも結構それ続いちゃうとね、やっぱり途切れちゃうとなんかこうやんなかったらもう戻るんじゃないかみたいな、次の日にはとかなんかいう脳になっちゃって、そのもうルーティーンになってるから。そうだから、そういう時は次の日に倍やります。寝ちゃったりしてできなかったからちょっと長めに強化。でもそうルーティーンにしてるよ今。とりあえずお風呂上がりが多い。お風呂上がりにもう髪も乾かして全部終わって、保湿クリームを足に塗って、手でマッサージして、そうマッサージしてからやる。え、わかるよ、甘えてね、できなくなっちゃうこともある。そう、それをやって寝る。でもなんか本当にそのなんかいつからかルーティーンになったんですけど、なんかそれをねするとね、なんかそれをのそのもういろんなものをしないと、なんかなんて言うんだろう、何かが足りないみたいな気持ちになる、寝るときに。そうそういう感じ。ね、ルーティーンだったら楽やと思う。やっぱ最初がいっちゃんきつい。1日2日3日目くらいまではきついよね、なかなか。え、そうルーティーンだからね、今日もなんか嫌にならない、逆に。マジマジ筋膜ローラーは最後にいつもねやる。もうそのマッサージも終えていろいろした後に最後は筋膜ローラーで
足をなんかね凝ってるとことかもそれでほぐすんだけど、あのゴリゴリします。うん、そうやらないとね不安になる。そうなんです、慣れればできる、ルーティーンになるまでそうやらないと結構きびいよね。うん、あとはなんか効果が出ますようにって思いながらやります。うん、いろんな話しようね、楽しみ、ありがとう。夜勤なう、頑張ってね、えらい。そう思いながらやるよ。うん、うん、変化わかる。あでもね足とかはね結構わからない。なんか言うじゃん、足とかさ、そのなんか自分から見てるその角度とさ客観的に見る角度ってそのなんか違うらしいって言うじゃん。だからね結構足とかはなんかむずい、その意外と。うん、でもそのそれこそ腕とかはわかる。もう鏡あのさなんか普通にわかるかも。そういうのがあると嬉しい。うん、えらいゆみちゃんねえ、足はそうむずい、足いっちゃむずい、マジ全然むずい、足は鬼むず。うん、全然ありがたいわ、よろしく。あ、わかる、デニムね、わかりやすい。うんうん、座った時、あ、え、わかる、あのさ座って本当にちゃんと座った時のあの太ももがこう潰れるじゃないですか普通にちゃんと座った時ってそのなんていうの、その姿っていうのなんていうの、それで結構わかるかもしれない、それで言うとなんかさあの言葉がさわからない、あのいや なんて言うんだろう、あのわかる、でもあの普通にあの普通にしてたらいいんだけど潰れるとこう見えないじゃないですか、こういうのがこうなるじゃん確実に。それはそれでわかる、あの結構そのつぶなんか本来の本来でもないよね別に、でもそれってだからあれだけど、それで結構わかるかも意外と。うん、でもそんなんさ1日2日でさ変わっちゃったりしちゃうからね。ってそうそうそう、太ももがギュってなるその感じがあので気づく。浮かしちゃう、浮かした方がねシュッて見えますよね確実に。うん、こんばんは、あやぱハートありがとう。うん、頑張っててない？あ、そうそうそう、逆で立てる足に作ったよ。足だと思う、りさ太ももとか。うん、でも顔もまあつきますね意外と。10リットルすごい。今日かわいい、ありがとう、嬉しい。最近夜中に爆食、あ、するよ全然、爆食は
する。あ、じゃがりこりさんもね、ブームある。めっちゃ身長100、実質160、プロテインはね飲んでない。プロテインはね、のあんま飲んだことないね。あんまレッスン忙しい、結構いろいろやってますよ。うん、じゃがりこおいしいからね、みんなも好きだよ。爆食する、あ、爆食したら、私が爆食夜とかにしたら、次の日結構まだお腹いっぱいでいるんですよね、朝からずっとずっと。そうだから、お腹が空いて食べますそうすると、なんか意外と空いてつかないっていう自暗鬼来る。やばい、春雨すごいいっぱいだ。うん、朝は確実にお腹いっぱい、確実にお腹いっぱい。そうそう、だからとりあえず朝はあれで、なんかでも私マジでそのなんかお腹が空かなくても、なんか食べる系なんですね、ほんと。なんかお腹いっぱいなのにとか、朝からとか食べたりとかするんですけど、朝食べなくても集中できる。うんうん、春雨落ちたじゃん。え、ほんと？ポン酢？柚子ポン酢？そんなかす、そう、お腹すかなくてもなんか食べちゃってなんだけど、でもなんかそのお腹がすいたらなんか食べようって思って、そうするとね、意外とお腹、お腹なんか爆食したら、その次の日もう全然まだお腹いっぱいで、なんか気づいたらなんか昼過ぎとかになるみたいな。でもそうするとさ、なんか自然的にもなんかリセットされてる感じになるよね。春雨のリサの写真、日曜まで。あ、そうなの、私のね壁紙、日曜日まで、あさってまでだね。だからぜひ、そう、あれだもんね、今しかねゲットできないからね、意外とあれかも、早いかも。腹持ち、いや、なんか本当にバカお腹いっぱいで爆食とかすると本当にね、いける、全然胃にいます。録画面にしてくれたのありがとう、嬉しい。そう、胃にねいるんですよね、ずっとずっと。そうなると意外と意外となんかそんな、その次の日でも全然いける気がする。うん、水ね、わかるよ、忙しいとね、その食べないよね、めっちゃわかる、それはとってもわかります。担々味、え、おいしいよね、わかる、担々美味しい、辛いの好き。ゆうちゃん、ありがとう、みやおりゆうちゃん、カーネーションのタワーだ、ありがとう。
ゆうちゃんに書くよ。爆食するとき、私はね、お菓子、お菓子です。絶対にお菓子、お菓子を爆食します。爆食するとき、ご飯とかじゃなくて、お菓子が多い。ゆうちゃん書いてほしいことある？やばい、くしゃみでしょ。お腹すぎて食べな。今おかしい。今悩む。あ、でもそれこそじゃがりことかもブームだったりする。うん。え、いいね、ご飯屋。そんな。いいね。あ、バナナいいよ。バナナ。リサもね、バナナ好きだよ。美味しいよね。あ、トッポね、わかる。リサもね、一時ブームあったよ。トッポブーム。プチシリーズ。なんかいっぱい増えてるやん。だからね、決めれない。カツエさんもくれてるの、タワさん、キラキラの。待ってて、カツエいてね。ゆうちゃんいる？大阪、あ、おいしい。あ、滑り楽しみタワーにする。チョコまみれ好きだよ。あー、ハッピーターンね。さっぱり、さっぱりというかしょっぱい系。あ、います、待ってて。明日から毎日お初、本当お初してくれるの？じゃあ絶対にしてね。おはようして、よろしく。かけた。ゆうちゃんに、はい、ヤモリ、ゆうちゃんスペイベ楽しみにしてて。あ、ね、朝さ、飲んでたよね、あのさ、見たよ、嬉しかった。あ、リサもね、おろし今日朝飲んだ。あの、昨日なんか一昨日とかなんか飲んでなくて、おろのみし、ちょっとなんか別にあるんだけど、そういえば飲んでなかったなって思って。だけど今日の朝飲んだよ。だから一緒、嬉しかった。なんかさ、あの、別におろのみしの人でもなんでもないんだけどさ、なんか体感同じ感じで朝飲んでくれて嬉しい。明日もきっと飲むりさだから飲もうね、オロナミン C。 ありがとう。え、オロナミン C 美味しくない？私、あの、なんかいろんなエナジードリンクあると思うけど、オロナミン C が一番好き。ありがとう、明日も飲もうね。そう、好きだよ。元気出る出る。ドデカミン、いや、どっちも好き。明日も飲もう。リサも飲む、明日も。エナジードリンクじゃないの？え？
ナジードリンクじゃない、オロナミン C 違うのかな。来週からテストなんや。じゃあ飲んで、絶対に気合入るよ。なんか本当に気合入る、気持ちいいかもやけどね、気合入ります。カツエいる、カツエ。あ、じゃあソルト体感だね。仕事してから来てくれるの、気をつけてきてね、ありがとう、楽しもうね、毎日エクス、乗せてよろしく、嬉しい。あ、いるよ、だってね、カツエありがとう。何タワー、カツエありがとうね、キラキラのタワーさんくれて嬉しい。オロナミン C 炭酸、え、エナジードリンクじゃないの、え、じゃあ何、え、ちょっとびっくりかも、え、じゃあ何、でも逆にじゃない、逆に何って感じじゃない、ん、キムラハートありがとう。だよね、エナジードリンクコーナー的な感じなのに、まさかの違う感じ、何なんだろう。じゃあ、え、栄養ドリンクとさ違うの、あー、ちょっとカフェイン入ってるから、今度初おろししたポスト全、え、して、結構気合い入ると思うよ。炭酸いいよ、普通に。栄養ドリンクではないのか、なんか難しいね。確かに栄養ドリンクと同じドリンク、じゃあ何なん、じゃあ何なんだろう、ええ、でもあんま飲むと良くないんでしょ、何、元気にはなるね、炭酸飲料、でもさ、炭酸飲料ってことはさ、じゃあさ別にさ、そのなんか、まあたくさん飲むのはよくないかもやけど、結構飲んでもいいのかな、2本ぐらい、2、3本とか、それはよくない、もともと、そんな、でもそのなんだろう、あれではないじゃん、なんかそのめっちゃなんだろう、でもなんかちょっと、ビタミンが入ってるの、あー、カフェインは一応入ってるの、じゃあ 1日に1杯、1個ぐらいがいいってことか、1本ぐらい、へえ。なんか、オロナミン C ってなんか深いね、奥、人体に大事な栄養が入ってんの、怖いかも、けど取りすぎ良くないの、怖いかもそういう感じなんだ、確かにね、カフェインなくない、なしバーもあったらいいね、確かに。
なんかいろいろあるね。なんかびっくりだね。でもそんな おもろくないかもやけど、あ、1日1本が推奨されてるんか。じゃああんまり良くないかもね。2本とかね、そんなね。でも確かにオロナミン C とかそのあれか、言うてそのなんか大体私は朝に飲むんだけど、朝飲んだらなんか飲まないよな。なんか帰大体そのまあお仕事がある日とかの朝とか、こう気合が必要な時に飲むけど、その帰ってきてじゃあまた飲むかって言うと飲まないもんね。確かに、まあそう思ったら1本で十分か。確かにヤクルトも、でも確かにヤクルトも同じで、その一緒なんですよ。結構朝大体飲むことが多くて、帰ってきたりとかしたらまたとか飲まないもん。朝が多いね。なんかあれみたいな、なんていうの、ヨーグルトみたいな感じ系ですね。はい、カツエお待たせ。そう、え、わかる、あの量で足りる、めっちゃわかる。ありがとうカツエ、キラキラのターン、ありがとうね。そして見てくれてありがとう、ありがとうね。お待たせ、ありがとう。いる？ありがとうね、こちらこそ見てくれて本当に。またいつでも遊びに来て、ありがとう。ありがとう、お待たせ。悪夢を見たの？そう。それヤクルト戦飲んだことあるけど何も起きなかったよ。もう普通に売ってる。この間普通になんかスーパーとか見たらめっちゃ普通に売っていっぱい売ってたよ。あ、前回よろしくね、ありがとうね、応募してくれたの、かつえ、ありがとう。あ、ゆうやくれたかな、バラの。ゆうや、ありがとう。いる？ゆうや。ひらがなのゆうやさんかな。え、そうさ、なんかソフト活源っていうの、私さ、未だに飲んだことがなくて。そうなんですよ、未だに飲んだことがないの。飲んでみたい。あれ、どこでしたっけ、どこに言ってるんですか、どこに売っているの。東京にないよね、どっか地方だっけ。あ、北海道だ、北海道やん。ソフト活源気になる。
気になるよね。何やれば、ヨーグルトみたいな感じですか？ヤクルトみたいな感じ？気になってるよ。北海道民活だけの、え、あるあるだよね。でもそれこそさ、リサも福岡にいた時はもう明太子とかそんなめっちゃ食べてたわけじゃないしさ、もつ鍋とかめっちゃ食べてたわけじゃなかったんだけど、なんか離れたらね、なんて言うんだろう、食べたくなるんですよ。なんかそういうの系ですかね。ヤクルトみたいな飲料ですか。これからもずっと好きでね。ありがとう、嬉しい。ありがとうね。めっちゃ甘いんだ。めっちゃ甘い系？ピルクルみたいな？ピルクルリサ大好きだよ。美味しいよね。ピルクル大好き。福岡にしかない飲み物。いや、あんまりないかも。だいたいある、こっちにも多分。はい、ゆうや、ありがとう。これからもりさのこと好きでいてね。ありがとう。このくまちゃん、カーネーションくまちゃん、ありがとう。ゆうや、ありがとう。通りもんは美味しいですよ。通りもんは嫌いな人いないと思う。19日の話し方1000回で嬉しい。ありがとう、よろしくね。元気で会おうね。ありがとう。あっという間に来るんだろうな、19日もね。よろしく、ありがとう。通りもん好き。うん、そうそう、よく福岡にリサが帰ったら見上げてあげたりする。見たことあるの？え、気になる。なんだろう、それはいいこと？楽しみにしてていいやつ？楽しみにしてるよ。もし、ありがとう、ヒロミ、レインボースター。こんばんは、どうも。あ、モンブラン美味しいですよ。え、楽しみ系？嬉しい。じゃあ楽しみにしてるね。ありがとう。うん、イベント、え、そうなの。5月結構多くて、6月が あるんだけど、意外とあんまあれかもねみたいな感じなんだよね。あるかなとかみたいな。親戚が福岡から帰ってきた時のお土産、通りもん。通りもん美味しいよね。通りもんは本当美味しい。あのね、通りもん結構甘いから、なんかそれとコーヒー、カフェオレとか合う。めっちゃマジでいいです。最強にいいよ。そうそう、帰宅、お帰り。 LINE ミュージック、え、すごい、ありがとう。
私のポスター。おさありがとね。おさいる、ありがとう。何いたわおさ。あ、ちくし、あれちくし餅だよね、つくしじゃなくて。たまに間違う、福岡の人なのに。わかる、美味しい、あの黒蜜がめっちゃ美味しいんですよね、あれ大好きです。あれでも絶対うまく食べれないの、きな粉があのあれになる、おかしくなります、飛びます。ねえわかる、あれうまく食べれないんだけど。はいし、ありがとうだ、こちらこそありがとう、見てくれて。え、本当にあのねそう、つくし、つくし餅、あのね絶対きな粉がねパンパンに入ってるから、あのねちょっとあのなんていうの、もうちょっとでもなんかするとパッても飛んじゃうので、もうとんでもうまく食べれません、絶対日本語おかしい、全然うまく食べれない。でもめっちゃ美味しいんだよね、わかる、あの黒蜜が本当に美味しくて、むせるむせるむせる、え本当に、え、わかんないけど、でもあのきな粉が美味しいよね、あのパンパンに入ってるからまたいいんですよね、そこが。だからまあ結果いいんだけど、あの美味しいからさ、ただなんか毎回上手に食べれないなって思ってる。あのあれ、あのちくし餅もね、あんまり福岡にいた時にそんな食べてなかったんですよ。だけどなんかそのなんか食べるようになって、でも毎回うまく食べれないって思いながら食べてるけど、すごい美味しい、本当に美味しいです、めっちゃ美味しいから本当におすすめ。みんなもお土産で喜ばれる、お餅が苦手じゃなければ、お餅ときな粉が苦手じゃなければ、完全に喜ばれます。おさありがとう、おさありがとうね、配信ありがとうだ、こちらこそありがとう、見てくれてありがとうね、いつも本当にずっと見てくれて、配信もありがとう。ありがとう。うん、福岡帰るとき東京からの土産、なんか最初の頃は持って帰ったりとかしてたけど、最近は持って帰ったりしてないかも。うん、サイン会よろしくね、楽しみにしてて、あのお話もできるから話そうね、ありがとう、見てくれた配信ありがとう。むつかわいい、リサの実績嬉しい、でかいよ。韓国から帰国してすぐ、嬉しい、ありがとう、無事に帰国できましたか。うんうん、ラスク好き、字綺麗、大きいよリサ、でも見やすいってよく言われる、ここでも見えるくない。筑紫町で蒸せってこない、え、わかるわかるわかる、絶対にある、絶対にあるよ、いやあれはマジでそうなっちゃうよ。昔から字でかいですよリサ、配信の感じがうまい、感じうまい、
つぶらやさん、よろしくね、みきゃん。待ち時間？リサ？そうでもないかも。そんなにかも。赤い風船チーズケーキ、ああ美味しいかも。美味しいよね、カル。マジで4時間待ち、4時間、ああ待ってたかも。うん、リサ、ああ丸文字、え、私って丸文字なのかな。でもそうね、丸文字でなんかあるっけ、四角、四角でもないか。4時間家帰れるよね、わかる。でもさ、でもさ、あれなんだよな、その帰ってまたその場に行くってなるとなんかあのむずいよね。なんかむずくない？もうその場から帰ってちょっと違う場所だってなればいいんだけどさ、同じとこにまた戻ってくるってなるとさ、なんか一回しかも、なんなら家とか帰っちゃったらさ、もうあのそっからさ、あのもうなんかスイッチ切れるよね。そうそうそう、一回帰るとオフになる。なんかよっぽどのことがないと。例えばなんかメイク道具を持って行ってなくて、絶対にメイク道具がないとやばいってなったりすると帰らなきゃいけないかな、帰るんだけど。でもなんかそうじゃなかったら、その場でまた行くってなったら確かに帰らないかも。うん、帰らないでなんか寝るか、なんかするかな。うん、そう。でも家帰っちゃうとね、わかる、本当にね、あのオフになっちゃう、スイッチオフ。うん、こんばんは、こんばんは。メイク道具忘れたことないよ、ないけど、なんかもう一回帰る気で例えばいたりして、あのメイク道具置いてから行くとかっていうのもなくはないかもね。うん、うん、明日のために早く寝な。スマホ 6% やばいね、 6% 結構汗汗、急に切れ出すからさね。せなちゃんこんばんは。財布とかスマホないない、忘れた。あ、財布ある、忘れたこと家に。あのカバンを変えちゃったりとかして、あのバッグ、ちっちゃいバッグとの時と、その普通にトートバッグとかリュックとかで、そのなんか買っちゃったりとかしたら忘れちゃったりとかして、あーってなるけど、結構今財布なくても携帯あれば意外といける時あるからまだいいけど、携帯をなくす、あの置いていくとやばい。そう、結構いろいろ危ない。なんかSNS とかそういう連絡ツールができないからさ。そうそう、財布の方はまだいいけど、まあそれでもね、忘れたってなるけどね、やっぱ。うん、スマホは本当に終わりよね。うん、地方でスマホなくすと大変。いや、それ大変だよ。地方でなくすとやばい。怖い。うん。最悪スマホあればいない。どうにかなるね。クレジットカード使い始めたんですか？ストレスやばいの？社
仕事調子で元気出る。よかった。元気出して。みんな。サンダルいいね。うん。知らない土地行ったらね、地図アプリないのは辛いかも。それは辛い。アプリないとダメだね。結構マップは使うかも。うん、かそのやっぱりあの人に聞く、あの人にあの道を聞きます。電車乗り換え、わかる。あのねこう7年目にしてあのいまだに不安なんですよ、行き先にあの行くあの乗り場とかが。だから毎回あの調べますよ。毎回あの逆行ったりしちゃうのでいい加減にしてって感じだよね。もうなんで逆行くのほんとやばい、マジ真逆行くから。うん、聞くよ人に。うん、わかる。新宿駅やばい、マジ迷子。人に聞くよすぐ。わかりませんどこと、あのここに行きたいんですけどどこに行ったらいいですか聞きますねえ、わかる。新宿駅迷子。あとね、あのね、秋葉原とかもね、迷子。あのさ、なんか多くない出口。なんかさ、なんとか、あの、中央改札はまあわかるとして、昭和通りとかどこみたいな。とか、なんだっけな。電気街道みたいな。どこみたいな。なる。横浜駅はね、なんかその横浜あっちの付近に行った時に、それこそ横浜駅とかでこう乗り換えとかあったりとかすると、本当に分かんなくて、出口もいっぱいあって、それいつもね翔子がね詳しいからさ、横浜。明日横浜は出口がめっちゃあるから間違えないようにねって言ってくれるんだよ。本当に分かんない、マジ広くてびっくりしちゃう、びっくりしちゃうよ。やばいよね。出口多い。やっぱ横浜駅でかいよね。わかる。難しい。土地は怖い。知らない土地は。渋谷駅はだいぶわかるけども、最初なんてマジ無理だった。でもだいたい迷ったらなんか八甲口を出た方がいいって、それも翔子が言ってたから私もそうするようにした。じゃないとなんか反対側行っちゃうんですよ。八甲口とかと、そのもう一個のなんかスクランブルスクエアかな、あっち側の出口、そのなんとか坂、そのなんて言うんだっけとかだとなんかの逆、本当に逆なんですよ、めっちゃ。だから八甲に出なきゃいけなかったりとかしたのに、そのスクランブルスクエアとかのそっち側に行っちゃったら本当に結構遠くてきついんですよね、なかなか。だからね、そうなるのが結構苦手だから、八甲口を出た方がいいらしいですよ。理解って感じ。
ですね。だいぶ、うん、10年ぶりぐらい。やばい、それは迷子りますね。確実に迷子になる。でも不安なとはマジで、うん、新宿秋葉はあんま降り立つとかもないけど、うん、すごい新宿マジわかんない、ほんとわかんない、もう意味がわからんぐらいわからん。あとあれも、池袋もね無理。池袋なんてさ、久しくあんま行くことないけど、なかなか迷子だった気がする。ありがとね、よしきゆっくり寝て。カーネーションのターンもありがとね、おやすみ。あ、そうそう、地下がわからん。あのさ、水族館あるやん池袋にさ、なんかサンシャインです、あの辺わからん、どこ行けばいいかも迷子。あ、23時半、やば、ありがとう教えてくれて。もうそろで終わろうかな。東京はね多いんですよ、本当に多いよ。なんか出口多すぎて、あのさ、なんでそんなに出口多いのって思う。わー、今日かな、久しぶりにってか、ずっと行ってないや、ずっと行ってません、池袋に。特にあの用がなくて用がなくて、なんかたまに行きたい。それこそなんか駄菓子屋さんにそのハマってるから、池袋になんかあるよみたいな感じでさ、そのいろいろ教えてくれたりとかして、みんな、そう、そしたら行きたいと思ったんだけど、マジでも分かんないし、なんか遠いから、うーんってなったっていう思い出。明日おろしなんでね、うん、眠くなってきた。あ、おしおちゃんありがとう、キラキラのくまさんだ、ありがとう。どう、綺麗になった髪の毛さ。そう、駄菓子好きなんですよね、駄菓子屋さん大好きです、リサ。え、ロングになったの見たい、おしおちゃんに、おしおちゃんにじゃあタワーを描いたらランキングを読もうかな。今日は美味しいの食べた？しおちゃん、よっちゃん好き、わかる。え、いいね、お肉、お肉は美味しいですよね、裏切らない美味しさ。うん、え、日暮里とかにあるの、ちょっと意外やない？意外にあるけどね。うまい棒め60本もあるの？カルパス、日暮里行かないかも。うん、お菓子いっぱいある、うんいや、そうだよね、なんか地方のさ、なんか日暮里とはって感じだよね。
ていうかなんか日暮里っていうさ、その言葉なんていうの、漢字も読めんくない？なんかマジ読めないんだよね、超わからん。リサも分かんなかったもん。なんて読むっていう、そもそも読めない。わかるよ、日暮里と西日暮里の違いわけわかんないよね、どう違うのって。それこそ目黒と中目黒あるじゃん、あるんですよ東京にね。あのさ、違うやん、そう違うのよ、中目黒と目黒って。でもなんか似てるじゃない、名前駅の名前が中がついたかどうかやん。でなんかそうなるとさ、なんかそのなんていうの、勝手な脳としてさ、あ目白もあるよね、もう分かんなくない？でなんか、あ品川駅なんですか、なんかさ、あ品川駅、品川区なのか、なんか中目黒、なんか目黒の次が中目黒みたいな、こう勝手なイメージがすごいあるの、名前が似すぎてて。そうしたらなんか全然違うよみたいなことを言われて、あんま行かないからね、中目黒も目黒もそこまで、だから本当に分からん、なんか近いとか思っちゃってるもん、まだ隣かなみたいな目黒の次は五反田なのか、もう本当分かんない。五反田は一つだよね、西五反田とかあんのかな、あでも地名はあるか、駅はなくてもと困っちゃう、分かんないよ、多すぎだよ。日暮里と西日暮里もある、なんかもしかしたらあるよね。あるよね、迷子。新宿と新橋もなんか似てるよね、なんかでも新宿と新橋はなんかさ違うじゃん、なんか新宿新橋ってあるけどさ、目黒と中目黒はもうなんか一緒すぎんか、名前本当にさ。フライングオメレット、あね、日付じゃあ明日にしよう、明日はでもワンチャンスペイ東京だからさ、夜できてたらって思ってるけど、一応明日の日付にしとく？それとも今日にする？でもあともうさ20分後とかやらない？今日でいいの？やばいよ、飛ばなきゃね緊張するね。しない？リサだけだよね、誕生日の。いつも緊張してんの。飛びなーって。飛びなー。飛びなー。はい、おちおちゃん。やばい、なんか詰まった。やばいやばいやばい。詰まりました。お誕生日おめでとう。フライングだけど、あと20分くらい。おめでとう。ちょっと早いけど。毎年お祝い、ありがとう、お祝い。リサもお祝いできて嬉しい。ありがとう、配信も来てくれて。そう、ちょっと今さっき詰まりました。失礼いたしました。いける？
おめでとう。顔半分つぶれてる。え、くま、え、私くま、あ、くまちゃん。いや、なんか今さ、リサこうやってやってたからさ、私の顔が半分さ、あの、やばすぎる。待って、やばい。顔くまちゃんのね。いや、違うの。私結構なんかこのハートめっちゃしちゃうんだけど、結構行き過ぎて、あのこれでいいのになんかこうやってやっちゃうことがあって、でそうすると顔がめっちゃ潰れるじゃないですか。なんかそう、無意識にめっちゃなんかびっくりした。それかと思った、焦った、間違えた。うん、ありがとう、しおちゃん。ちょっと早いけどおめでとう。本当にいっぱいいつもたくさん好きでいてくれてありがとう。そう、無事にね届いて、お手紙もたくさん嬉しい。ありがとうね。また配信でいっぱい着るよ。ありがとう。明日は美味しいの絶対食べな。もうあのマジで、あのもうこれでもかったぐらいに食べてね。おめでとう。お祝いできてよかった。嬉しい。そうだよ。もう贅沢しまくりな。もうなんか、だって誕生日だから。ね。誕生日の日はもうなんか、なんだって、もうなんか、好きなことをね、した方がいいです。絶対に。うまい棒はコンポタ、美味しい、わかる。好きさん。おめでとう。誕生日何したい？誕生日はね、絶対に美味しいのいっぱい食べたい。あとはなんか、可愛いカフェとか行きたい。可愛いカフェっていうか、なんか可愛い空間になんかいたいかな。でもなんかとりあえず誰かといたいかな。なんか一人は結構悲しい、なんか辛いな、泣くもん一人だったら。リボンパン食べてないよ。うん、ジャンプするよ誕生日。一人は悲しい。だからね、絶対に誕生日の日は一人じゃない。あの一人になると、うん、悲しくなるので。うん、誕生日にいちご、最高、最高すぎる。一人でも、あのね、誕生日を一人でね、まだね、人生で一回も迎えたことがなくて。そうなんだよ、リサって振り返ればあの誕生日一人で迎えたことないかも。なんかそれこそみんなで住んでた時もみんなでお祝いしてたし、でもさ、誕生日の瞬間は一人はあるかな。でもなんかあんまり思う。いや、でもなんかいつも私が嫌だから、それが行ったの、行く、あのそれこそ去年は一人で迎えるつもりだったんだけど、あのあんこちゃんが誘ってくれて、来るって言ってくれて、夜遅かったんだけど行って、そう、次の日がしかもお話し会だから大変じゃなければみたいな感じだったね。でリサがでも一人はなってなって、で一緒にお祝いをしてくれたみたいな感じだったよ。だからあんまり一人ではないかも。てか一人だったの嫌なので、一人だったらちょっと誰かのに連絡をします。うん、
って感じだよ。明日も仕事？じゃあちょっと共に頑張ろう。年越し、年越しもね、一人でない、一人で年越したこと、それもね、悲しくなっちゃうんですよね。なんかテレビとか見てたらさ、すごいなんかお祝いムードに包まれてるじゃないですか。あともうちょっとでみたいな、でなんかハッピーニューイヤーみたいな、良いお年をみたいな感じになって、なんかすごいワイワイしてるのに対してすごくなんか悲しくなっちゃうんですよ。だからなんか一人は嫌ですっていう感じ。あ、逆にすぐ寝るってことね。あー、気づいたら。でもそんな、だからそうだよね、そういう方も多いと思う。なんかあんまり誕生日にこだわらなくて、気づいたらなんかなんか迎えてたみたいな誕生日ね。あゆありがとう、本当に。また気をつけて会いに来て。おもろい、ドライヤーしてたら年明けてたのねえ、おもろい。やっぱこだわりもね、なんかそう、なんか多分とらわりすぎないよ、年越すとかそういう誕生日とかに。そう、でもまあ毎年ね飛んだりしてるので、今年もね飛んだりしたいと思います。ね、美味しいの食べてね、明日は絶対に。絶対に美味しいの食べてね、たくさん。っていう感じで、じゃあ配信終わりますよ。今年の誕生日、みんないっぱい美味しいの食べなね。誕生日の日ぐらいはとかね、スクショタイム。今日はちょまつげが上がってないけど、いいよ少し。じゃあ少しだけやります。はい、触覚うまいというか、ウインク。いいよ、こっちだけならできる。どないちゃん、近いね、いつもだけどいつも近いけど。遠いね今度はちょっといろいろあれだけど、ちょっと膨張ですけど、バイ。なんかさ、ずっとここになんかいるんだけど、毎回詰まってる今なんか詰まってますけど大丈夫でしょうか。詰まってます。大丈夫そう。そう、お水とか飲みます、今からね。じゃあそういうことでね、リサは今からお風呂に入って、ルーティーン1時間やって寝たいと思いますはい、皆さんもゆっくり休んでください。じゃあランキングを見たいと思います。
13位カニの弟、12位ソルト、11位トメジョ、10位ナナゴ、9位ヒロミン、8位アスカ、7位カナタ、6位宮森ゆうちゃん、5位オサ、4位カツエ、3位ユウヤ、2位お塩、1位がヨシキでした。ヨシキありがとう、最後まで言ってくれたの？ありがとう。お塩ちゃんもおめでとう、1日早いけど。そしてゆうやもありがとうね、好きでずっといてくれて、カツエも配信見てくれてありがとう、あとオサもありがとう、ありがとう、ゆうちゃんもありがとう、いっぱいありがとうございました。これからお風呂頑張ろう、リサも頑張る、頑張りたいと思います。じゃあみんなもゆっくり休んでね、おやすみ、バイバイ、またね、ゆっくり休んでね、バイバイ。